はい、池田です。コロナウイルスの影響でか、ホテルがちょっと暇になって、今日とかも臨時で休みだったので、今日とか昨日も まあホリエモン万博の見てました。今日もで今日もまあ見たいなと思ってた人が出てて、まあ西村博之とか橘、絵の国党の橘さんとか、そういうその対談の、ホリエモンとの対談の話なんですけど、でもひろゆきのとの対談のやつはなんかカメラが変わって見れなかったんですよね。でまあ橘さんのとの対談のやつ見てたんですけど、そのまあその内容っていうか、選挙に出たらその政見放送ができますよっていう話をその堀江さんにしてて、そこで堀江さんの言いたいこと言ったらどうですかっていう、300万円供託金っていうのを払えば、東京都知事選挙でその NHK の政見放送を9分間って言ってたのかな、なんか それが放送できると。でそれの放送枠が300万円で買えることになるっていう、めちゃくちゃその僕らはピンとこないんですけど、テレビの電波を使って何分間か CM でも何て言うか使おうと思ったら、ゴールデンタイムとかやったらすごい金額かかると思うんですけど、15秒とかだけでも。でも選挙の政見放送はその300万円を使えば300万円かかるんですけど、要はその公共の電波をそのハックできるというか、その分数だけなので、何かをその YouTuber でもその自分を売りたい人、300万円をそこに投資するっていうのは全然理にかなってるというか、そんな考え方があるのかっていうアイデアなんですけど、それをそのホリエモンさんに説明してて、でホリエモンもなんか興味を持ってたというか、まあ出ないけどねとは言ってましたけど、そのアイデアというか、その300万円かかりはするが、その NHK の政見放送にこうできる、政見放送でしゃべれる権利を300万円で買えるっていう考え方っていうのは、その橘さん自身も言ってましたけど、次の東京都知事選挙は立候補する人がめちゃくちゃ多いんじゃないかって言ってたんですけど、その YouTuber とかがその宣伝のために、あれ宣伝のために政見放送に出ていいのかどうかわからないんですけどね。そのまあでもどういうその政党というか、その自分の訴える内容がどういうことなのかっていうのを決まっていれば、それもありなのかなって。でもこれをよくよく考えると、まあ本当はそれでもいいんですけどね。その何ていうか、その有名になってその再生回数を稼ぎたいっていうところがその目的というか、ならばその300万円払って政見放送でその NHK っていうチャンネルで自分のアピールをするっていうのもいいんですけど、僕らみたいなアーティストっていう立場の人が、立場っていうかが、その 自分のその表現のことを政見放送の画面で喋ってもいいんかなっていうことを思いました。でもその場合、なんていうか、作品、それをもって作品としてしまうっていう考え方とかもあると思うんですけど、あ、そういうふうな使い方もできんのかなっていうふうなことを考えていました。でも、その僕らみたいなアーティストみたいな立場の人が知名度を得るためっていうか、炎上でその知名度を得るためにそういうやり方というか、政見放送をハックして
自分を売り込むっていう売り方をするのは後々っていうこともないのかな。そのまあだからそういう人も出てくるのかなって思いましたね。それぐらいのお金があんねやったら、まあその電波を使ってちょっとアーティストがアートの作品としての一つとして何かアイデアを考えてみるっていうのは面白い、じゃあ面白いなっていうふうなこととか考えていました。でも300万円ってすごいな 300万円が簡単に使えるのであれば、僕もこの政見放送のそのルールとかを真剣に調べないとダメなんですけど、その電波を使ってその表現の形として何かをやるっていう、でもイメージが悪くなりますよね。選挙っていうことを使っをそれ以外の目的に使ってしまうと、どうしてもそういうことに使う枠じゃないやんっていう感情もちょっとどっちかでちょっと出てきますね。なんかイメージが悪くなるかっていうことを今思いました。まあそれを見てたのと、今日はもう一個「笑いザップ」っていう、小籔さんとトロサーモンの村田さんがその講師というか、それでそのお笑いの人を若手芸人のトーク、面白くないやつらをこう鍛えて面白くさせていくぞっていうやつの第3弾が今日始まって、昨日か一昨日にそのアップされてたというか、それ今日見たんですけど、やっぱり小籔さんは おもろいなというか、でそれで面白い話喋ってくださいって言って喋ってる芸人志望の人たちの話っていうのはやっぱり全然面白くないんですよね。ほんまクソおもんないというか、それを見ながら、この僕の今喋ってるこの YouTube、これクソおもんないんやな、やろうなっていうことを思いましたっていうことです。プラスその昼見てたそのホリエモンがその何十時間もその対談ずっとしてるんですよね。それでもトーク内容がずっとあるっていう。でその NG をいっぱい出してるとかやって、おもんないやつの話を聞いてるのはほんまに苦痛やから NG やって言ってたんですけど、この僕が喋ってるこの YouTube っていうのも完全に NG なんやろうなっていうふうなことも思い出しました。でもその「笑いザップ小籔さんのやつはすごい面白いので、この辺に出るようにしておきます。あれ多分期間限定で YouTube に出てるかと思うので、早めに見た方がいいかもしれないですね。笑いザップ、お笑いが好きな人はいかにその滑らない話というか、人を笑わせる話というのがいかに難しいかっていうのがあれを見ると分かるというか、分かりますっていう話でした。つれづれなるままに、今日の休みに得た情報をちょっと喋りましたっていう話でした すいません、以上、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。